んかトング使うやつだね。そうだね、余計だよね。いいかも。あ、1点だけだから、1点だけ。熱いよ、これね。これ誰なんだろうね。トリプルスリー。あ、これ前誰か持ってた。これトリプルスリー、中和さん、これ。これいいね。そうそうそう。中和先生、それで人を切って。俺、これ日産のは誰だろうね。あ、日産のそれ、師匠だよ。それ使っていいんだよ。俺、大将のバットもいいの。なんで？なんで？伝染しちゃうから。お前さんいつまでない？いつまで中華？中華さんと借りてこう。いつ帰ってきたの？中華さん借りますか？俺、9勝前。あ、そうだよ。じゃあ2月、1月、1月、あ、そっかそっか。あれ、向こうの9勝月ってあれだっけ？1月末は終わるとこだっけ？今年はね、ちょっと早かった。いつも大体2月だけど。いつもの9勝月、ほら。今年ってね、これ横浜で中華街でさ。ああ、うん。今年はね、早いんだよ。あ、いつもの人だ。頼んまっせ、1、2番あれ、あ、師匠、スコア名前さん、久しぶりに喋ってあれなんだけど、うん、いや、ほら、あの、カード更新してるやつ、やっぱり、名古屋さんどうしたポジション名古屋さん、なんか、シニアのチーム、シニアのチーム、シニアのチーム行ったんだ。それ3のあれしか書いてカード更新したの？え？借りづらい。誰？名古屋さん。あ、で、いやいや、そのシニアのチームで、いや、ほら、重複できねえだよ。で、なんだ、そのシニアのチームで、そのカードを渡したみたいだから、あ、じゃあ、いや、大丈夫、大丈夫ってさ、それを家で作らせたの。あ、カード番号貸して。あ、それ、ちょっと後で一応だ。カード貸してよ。うん。池ファミリーのができるんだ、あれ。4人、5人分更新、更新してさ。申し訳ないけど。ちょっと収まった。うん。なかなか揃わない。どうですか、うん、本人行かないとダメなの。そうなんです。俺だもん。ダメダメ、本人の方、うん。だから一緒に行って。もうカードはねえから、取ったやつがあるよね。よく見てね。新規じゃなくて番号を、継続のもいいでしょ。継続。ああ、いいじゃん。ご試合よ。ええ、どま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 。あえな。どまどま。三球目は見ようよ。休憩タイムでしか。どまどまどま。しゃべしゃべ。新規。いや、新規と思ったんだよ。どまどま。いや、ナイスアグレッシブ、積極的。頼むよ、俺ましな。いや、三振よりはいいよ。あ、だから。あれ、師匠のカード持ってた師匠持ってた師匠、今、ホームランにしてた。カードが必要だったんだよ。そうでしょ。なもともとのカード。あれ、俺持ってたよ。はい、これだ。オッケーオッケー。2位から、俺、師匠、眼鏡カード。カードしたんだよ。うん、大村コンみたいな名前でした。いや、彼の鈴木康介です。そう、鈴木康介。鈴木先生じゃん。うん、似てるよ。あ、違うか、もしかしたら滝蓮太郎だよ。はい、やめて、やめて。滝蓮太郎、滝蓮太郎。大丈夫か？追いが来てる。あれだよ、連休折半だよ。お前の連休折半だよ。腰痛めないでね、腰痛めないでね。取ったじゃん、平気。よし！あー。おじいちゃんチームいいとこに当たったけど、ちょっとそれいくらした？やべえやべえやべえ。ここから3連発いく。3連発ゾフかなんか。やべえな、これ年だな、これ。頼むよな、3番で師匠のメガネ、ほんとはそういうメガネがいいんだよ。大きいのこれしかサイズないって。厳選でしょ。もうホームランだけでいいよ、ホームランだけね。はいよ、一本大きいの行こう。あー、勝ち行きましょう。オッケーオッケー。やっぱよ、ボクシングやってるとよ、球が全部遅く見えんだな。マジで。ああ全然どうしてねえよ。すごいことね。やってんの、ボクシング。まだどころか現役バリバリでやってる。やってんの。来月スパーリング大会出るんだよ。マジで。もともとやったからね。そう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 、やってたからね。完全にあれだな、見えてましたな。いや、いいね、野球場は。
ね、いいよ。いや、いいですね。球場いいよね。ああ、そう。ここ特に逆に開幕はね、ここは一番開幕ですね。だからね、3月と4月は、この21日に、何も見なかった。プロ野球より多いよ。多いぞ、今日は。いや、いや、もう一度見つかよ。プロより多いよ。そうなん、普通に横へ。すげえ、観客がいるよ。いや、大規模集会。やっぱりなんかみんな飢えてるんですよね。プロ野球ごときでも見てるなっていう。多分ね、今日じゃないよね。3月の今日、あったかいだけもよく散歩散歩。もしかしたらなんか大会とか。鏡見てる。ありえない。ね、再現してるしね。学校のさ、学校のやつとかさ。来週高校野球すごいだろうな。あ、そうだ、来週やってるでしょ。たまにやってるよ。ここじゃないけど、ここね、女子プロ野球はない、試合自体がないですか。そう、女子のね、プロ野球。あれ、川口じゃなくて。え、川口ここでやる。あ、これやるんだ。オッケーです。オッケーオッケー、ない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 。あとね、大学もきっちり。大学やってるよね、やってますよね。準校式やって、大学の準校式やってるんだ。大丈夫ですか、伊藤さんも知ってるけどさ、ほら、前、小川さんがついてきて、あの警察をね、ここでやってたっすもんね。そのリーグ始まると、ここ、大宮とここと浦和が使うのみたいな。浦和準校式の埼玉の、埼玉だけじゃなくてあるのかな。ここの中でそういうのよく使われるみたいな。オッケー。ナイスナイスナイス。ナイスナイス。ナイス。式はダメなのかな、確かに。俺は多分女子野球。女子野球の入ってないよ。女子野球はね、公式のはず。そう、俺初めて俺いいよ。俺は三振。オッケー、ナイスナイスナイス。オッケー、シャッシャッシャ。はい、やば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 い、次だね、伊藤さん。伊藤さん、うん。一緒打ってもいいの？村さん。そうそうそう。伊藤さん6番でしょ、確か。そう、すごいじゃん。伊藤さん次俺かな。やめなめなめな。伊藤さん次誰？伊藤さんの次は小川さん。そうね。小川さん。で、その次が中馬さん。そう。で、その次で、で、キキちゃんの。いやー、ナイスナイス、任してよ、バッチ。あ、いつの間にか二塁に行ってる。走った。最初。はい。さあ、ここで打てばちょっと流れ変わります。あ、ない。おー、おー、おー、入ってんのか。おにぎり食いそう、外を取るね。そうね、お茶食いそうにね、食いますね。お茶がつくな、これ外を取りから。サイドバッチ。高さはそんな甘くなかったけど。おー、よく見た、よく見た。あー、してね、してね。いいね、見た、見た。よく見た、よく見た。よく止まったよ、今。あ、してた、あ、してた。見えてるよ、見えてるよ。うそ、オーケー。おーい、いやいや、シンプった、シンプった今。惜しい、惜しい。マシンだよ、ほんとね。いけるいけるいける、今の感じ、今の感じ。あれ、ビヨンドかね。松村さん、ビヨンドかね。なんか音が、そうね、ビヨンドだね。ビヨンドよね。うん、ビヨンドってさ、ちゃんと打つと飛ぶんだよね。多分ね、飛びますよ。飛ぶんだよね。落ちちゃいがホームラン。いや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 、落ちちゃいがホームランです。落ちちゃいが。で、これは飛ぶっていう。ヨンドのところに当てる技術がね。俺もジオンドで進したことない。難しいよね。難しい。ホームラン。ないね。どっちも打てる。オーケーよ。これナイスなんですよ。ありがとうございました。いいね、見えてるね。サムさん、まだあれ在宅？いや、今ね、出てる。今週が出て、コンビニ周りになっちゃった。ああ。在宅でもつまんないよ。いや、ないもんね。確かにね。あ、テラポスよ。でしょ。やだやだやだ。オーケー、いよ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 、走れ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 。オーケーオーケーオーケー。よし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 。よかった、よかった、よかった。これでどうかだね。よし、変わっちゃないわ。さあ、同点だからね。オーケーオーケーオーケー。こんなに加賀ちゃんないっすか。オーケー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 。これ小川さんの次です。はい、伊藤さん一発されますよ。パワーアップしてるね、伊藤さんね。おおおお、面白いんじゃない。面白い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 。さあ、なんで走んない。あー、おい、やべえやべえ、危ねえよ。すげえな、
険だ。最年長だろあれ。休みすぎだよ。怪我しないで怪我。すげえ、わっけえな、やっぱり怪我しないでよ。おしおしおし、ゴミ方を探そう。意外ともしかしてしかしてそそ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 打ってこれよ。そそ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 そ